大相撲秋場所14日目、2024年9月21日両国国技館。大相撲秋場所は21日、東京・両国国技館で14日目の取り組みが行われ、関脇、大の里24イコール二所の関部屋、賀大関、豊昇龍25イコール立浪部屋を破って13勝目を挙げ、2場所ぶり2度目の優勝を決めた。 これで大関昇進目安とされる3場所合計33勝を上回る34勝目。初土俵から所要9場所での史上最速大関昇進は確実で、優勝で快挙に花を添えた。新入幕から所要5場所で2度目の優勝を果たすのは、栃木山の7場所を上回る史上最速となった。画像あり、だが断る個性的な化粧回しが話題に。 昨年夏場所で幕下10枚目格付け出しデビューし、今年初場所の新入幕後は2場所連続で11勝を挙げ、夏場所には初土俵から所要7場所で初優勝の快進撃。関脇となった名古屋場所は序盤のつまずきが響いて9勝止まりだったが、大関昇進を目指した今場所は初日から8区の11連勝。12日目に優勝経験がある平幕。 若隆系に敗れるも切り替えて前日は琴桜に勝利最初の一番は勝ちはないと連敗を覚悟したが物言いがついて取り直しとなり今度は一気に前に出て完勝したこの日対戦した豊昇龍は初顔合わせからいずれも下手投げで3連敗先場所は大の里の不戦勝を喫した天敵だったがこの日は勢いに乗る大の里がもろ手突きで一気に押し出して完勝 連日の大関戦。